じゃないかな。キャンバー調整中です。いや戻すの大変やったな。やっとキャンバーが決まってほぼつらいち。俺の手で俺によって壊したんやん、うてぇな。これ何？なんか、なんかめっちゃくる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 回るな。あー、終わった。ダイヤルが折れた。こういうことやな。こういうこと。ここついた状態が一番緩いってことやから。こんなもん。60ミリこの筒に入った状態がプラス40ミリ。純正より車高がプラス40ミリ高いことになってます。じゃあそこから30ミリ縮めます。このバネの減衰は自由調から 1.5 ミリ縮めていきます。はい、完了。あとはキャンバー調整と灯調整していきます。かな。こっちもほぼつら。あとは、灯調整とスプリングの、まあ、乗り味の調整やっていきます。うん、 OK。 何が一番軽い着地。いくよ。はーい。あー、おい、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。1はい、オッケーオッケー。うん、車高は指一本半。これ指と薬指。変な指入れたの。え？こっちに2本ぐらいで、人差し指と中指。完全にそう。あ、ほぼ一緒かな。え？ほぼ一緒かな。うん、いい感じちゃうしゃこう。いいですか？はい、オッケーっす。着地させて、まあ2本ちょっとぐらいですかね。はいはいはい。オッケーオッケー。はい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 、いいね。
後ろが純正の車高でこれぐらいでしょ。前、うん、車高はいいね。あとはスプリング乗り味どうかっていうところと、あれ、虫の死骸どんこまみれの車とって悲しい。え、どんこまみれの車とって悲しいから。どう、変な感じはない？まあ今のところその車でもやっぱ乗り出しめっちゃ重かった。どういうこと、重いとは？やっぱホイールの重さが全然違うから。あ、そういうこと。高が4キロで、まあ今しかも遠いんか、遠くるっとうから避けちゃう。じゃあテスターで測っていきます。で今からね、この聴覚のテスターで遠調整していきます。で今こんな感じマーキングしてて、まあタイヤをね垂直に走らせてきて、塔がねどっちに触れるか。あ、オッケーオッケー、すっげーで。トーイン側に 1.5 とか